Hey guys, and welcome back to Amnesia's Memories with Kent Routes. And we're going to be doing the normal ending. And this is basically me just skimming through the dialogue and just picking the right choices for you guys to look at. And maybe even stop where something new coming up. And sorry for the two missing weekends where these were not popping up. I'm so sorry. I can't say I didn't have any time. I just didn't record them. So I'm so sorry. So we're going to continue on here. And the first thing you might do, if you have followed either the walkthrough or like the walkthrough that's also in the description, then you start at the 10th date where that's when the dialogue start changing. So the first one would be there might be. それはどんな理由で私には言えないのか。うわ、また悪く取られた。とにかくその男がどんなつもりで警告をしたにせよ不穏な発言であることに変わりはない。今後日が落ちてから帰宅する際は。Please calm down.あ、これは申し訳ないな。私はそれほど動揺しているか、君に諭されなくてはいけないほどに。あ、そうか。なるほどね。君は非常に落ち着いているようで何よりだ。冷静な助言をありがとう。確かに私は滑稽なほど落ち着きをなくしているようだ。君の言う通り、落ち着くとしよう。みっともないところを見せてすまなかった。悪いが、今日はもう帰ってくれ。うちまで送ろう。びっくりした。ケントってあんな風にやきもち。Yeah, I thought that was funny and cute. Thank you. いや、礼を言ってもらうほどのことではない。これは昨日の詫びでもあるからな。私の用事はそれだけだ。仕事中に呼び止めてすまなかったな。少し量が多いかもしれないが、なんならみんなで食べてくれ。そろそろ日が沈むだろう。帰りは送っていく。待っているから声をかけてくれ。びっくりしたね。なぜそんな場所に。すまない。そうだった。今日花火大会を見に行く約束をしていたな。全く興味の持てない。とにかくもう外は暗い。これから迎えに行くから、そこを動かないように。ああ、残念だったね。せっかく気合い入れて浴衣まで来たのにね。でもあいつ迎えに来てくれるみたいだから浴衣は見てもらえるよ。埋め合わせしてくれるって言ってたし、どっかで美味しいものでもおごってもらっちゃいなよ。混んでる場所で花火見るより逆にいいかもね。結局さ、ケントは意地張ってただけで本当は君を好きだったんだよね。それはもう間違いなさそうだけど、君の方はどうだったんだろう。問題はそこだよね。あんなに喧嘩ばっかりだったのは単に二人して意地っ張りだったからってだけなのかな。それともとてもじゃないけど仲良くできないような事情があってのことなのかな。もう記憶を失う前の君に聞きたいよね。あいつと仲良くなっていいのって。This don't look good at all. This might be the normal ending, but sheesh. You just don't like the choices sometimes. You go like, oh man, we gotta... Don't be yet smart. Ara, senpai. Oh god, a little witch. Yeah, that stuff was funny. So, daro?
ならわざわざ誤解だと報告する必要はない。このことで口論をしたのは1週間前だったが、遠い過去のことのように思えるな。あの時の私だったらなぜ今さら蒸し返すんだと食ってかかっていただろう。だが今はそんな気にならない。そんなことをして君を怒らせるのが恐ろしいと思う。そう思うのはこんな風に語り合う時間を知ってしまったからだろうな。思えば以前から私はこんな時間を望んでいたのかもしれない。ただ穏やかに君と話をできる時間を。だがそれを手に入れた今、疑問になるのだ。なぜ君の態度が変わったのかと。もしかしたら君は。で、そきゅう。いや、まあそうだろうけどさ、一応男も一緒なのに彼氏に黙って言ったら怒られない？ああ、怒るっていうか、やきもちは焼きそうだね。じゃあ一応連絡しとこうか。行ってきていいですかって聞けば角は立たないんじゃないかな。あれ、結構本気で嫌がってる感じだね。やっぱりケントも誘っておく？それじゃあケントさんも一緒にどうですかと。ふんふん、それで送っていいんじゃないかな。おお、積極的だな。Get to see you in the bathing suit.そうだな、すまない。少し落ち着かなければいけないな。君には失態を見せてばかりだ。はあ、びっくりした。余計なことを考えている場合ではないな。いい加減集中すれば本当に学会に間に合わなくなる。Let's run away. うん、それも手だ。オーケー、従業員用の裏口は目の前にある。ここから出れば店にいるはずのケントとは会わずに帰れる。待ってくれてるケントには悪いけど、こそっとね。どこへ行くつもりだ？うわ、外で待たれてた。今一人で帰ろうとしていなかったか？帰るか。あれ、何も聞かないの？まあ聞かないでくれるならありがたいけど、拍子抜けだね。でも疑われてるって分かってるのに何も聞かれないってのも。意外と答えるよね。上がっていっても構わないか？話がある。来た！ねえ、大丈夫？ちゃんと話せそう？打ち明けるにしても隠すにしてもさ、覚悟を決めなきゃね。君の態度が変わった理由をずっと考えていた。さまざまな可能性を検討した。単なる気まぐれ。なるほど。
君の家族は遠方に住んでいるしな。誰を信頼していいのかわからなくても無理はない。私のことはそれなりに信用してくれているように見えたが、重大事を相談できるほどではないか。しかし、そうか、やはり忘れているんだな。聞きたいか、君は強いな。私には真似できそうにない。だが、話さなければならないことは私にも分かっている。君には自分が何者なのか聞く権利がある。君はごく普通の中流家庭に育った大学生だった。実家は遠方にあり、大学入学にあたって上京してきた。私が君に会ったのは、沢と峰が企画した数学勉強会とやらに講師として招かれた時だ。今さら人には聞けない初級数学の基礎を学び直すという趣旨の学生主催勉強会だったそうだが、まあおそらく二人の目当ては一休だったんだろう。はじめは彼に講師を頼んでいたようだからね。一休は峰とサークルが同じでね、峰は近づく理由を探していたらしい。まあよくある話だ。だが一休は数学のことなら自分よりも適任がいると私を紹介した。私は彼の体質に関する実験を餌に買収されて講師の真似事をすることになった。その時に生徒の一人として参加していたのが君だ。授業では特に親しくなったわけではない。年も離れているしな。単なる教師と生徒の関係だった。ただ顔を見覚えてから気づいたのだが、君と私は毎朝同じくらいの時間に同じ道で散歩をしていたんだ。私は研究室にこもりがちな生活を改善するための散歩、君は犬の散歩をしていた。知り合いだと気づいてから君は私に声をかけてくるようになった。険悪になったことに特に理由はない。私は人を怒らせやすいらしくてね、嫌われるのはむしろ通常通りだ。だが一つ違っていたのは、君が私との会話を諦めなかったことだ。何度口論になっても懲りずに話しかけてきた。対話を試みてきた。あれを口論と呼ぶべきなのか議論と呼ぶべきなのかはわからないが、まあ何にしろ君なりに私を理解しようと努めていたんだろうな。懲りないところだけは今の君も変わらない。とにかくそういう状態だったから、私たちは勉強会が終わってからも毎朝顔を合わせては口論をしていた。私から交際を申し込んだ時は驚かれたな。なぜ君だったのか未だに自分でもわからない。だが私の君に対する感情は恋愛感情だとしか思えなかったんだ。それでそのままに伝えた。君はひどく驚いていた。当然だろうな、それまで口論しかしたことがなかったんだから。今の君はなぜ私の交際の申し込みを受けたのかも覚えていないんだろうがね。まああえて言うならあれは勢いだろう。売られた喧嘩を買った、そのように見えたな。全く覚えがないかな。君を連れてきたんだが。あれ、もしかして君ちょっと寝ぼけてる？倒れた後のこと分かってる？ほら、君帰ってくる途中で倒れちゃったんだよ。なんとか家まではたどり着いたんだけど、そのまま寝込んじゃって、で、心配したケントがこの調子ってわけ。きっと疲労が溜まってたんだね。ずっと気を張りっぱなしだったもん。そうか、ゆっくり寝てくれ。今日はずっとここにいる。何かあったら声をかけてくれ。まあさすがにここまで来て危ない橋は渡りたくないよね。わざわざ僕のこと話さなくても病院に連れて行く気はなさそうだし。
じゃあ君はしっかり休んでよ。まだかなり顔色悪いからさ。今度こそお休み。それと、もう一つ伝えておきたいと思っていたことがある。それは、私の遺伝子が最適な相手を見つけたということか？つまり、君とうまくいく可能性はあると、そう思っていいんだろうか？そんなことを言われると、期待してしまう。まあ、仮に遺伝子の組み合わせが適していたとしても、その組み合わせを成功させるかどうかは努力次第だということなのかもしれないな。知らないよ。盛大に焼かれるよ。ほんとやめようよ、そういう悪ふざけは。じゃあこれで3日後の予定は決定だね。問題はこの3日間をどうやって過ごすかなんだけど。今は分かんないんだ。いいんじゃない、自然にそういう心境の変化が起きたなら何も不思議に思うことない。まあケントさんはちょっと枠の強い人だから、よく知ったらいい人だったってことだろうね。で、なんだっけ、映画のネタ、お前と会ってからの思い出話してこいって言われたんだけど。うんうん、お願いします。そうか、まだか。君はいつ記憶を取り戻すんだろうな。そう遠いことではないだろう。その日が来るのを黙って待っているのは正直つらい。すべて話してしまいたいと思うこともある。だが話してしまうのは怖い。発表の順番を入れ替えることはできないだろうか。開始時間までもう間もない。トップで発表を終えればそれほど時間もかからないはずだ。ここで待っていてくれ。準備委員会に掛け合ってくる。いや、僕も加勢するよ。僕の方が口はうまいと思うよ。担当者が女性だといいんだけど。感謝する、一休。思ったよりも元気そうだな。安心した。まあ学会なら一番。会の終了後には懇親会があったはずだ。君の無事な姿を、まさか事故に遭った。Oh, this is new. それほど昔の話でもないんだがな。構わないと言ってくれる気持ちは嬉しいが、正直落ち着かない。わがままなものだな。本当にいいのか、出ていけと言わないのか、付き合っている状態を解消しなくて構わないのか、君を泣かせた私を許してくれるのか。Someone close to me said this, I think. They said it's okay. They said I wouldn't see you the same way as I did before. Yeah, that's right. Even though in the past, I can't see him the same way as before. That's because I know now that Kent is a truly kind person. It's okay. これからは二度と君を泣かせないように努める。だから君も気に入らないことは指摘してくれ。大事にする。ああ、Yes. It's so cute. Probably my favorite round in this whole damn game. その大事な学会を強引に終わらせて病院に来たんですよね。
愛だね。だけどさ、それで留学決まっちゃったんでしょ？いいの？離れ離れで。まだ決まっていない。正式な結果が出るのは31日だ。まあ、もう決まったようなものだが。Studying aboard. That's right. Kim was going to study aboard when he finished the conference. Soon we won't be able to see each other.Dang, I don't know what wind, the wind blew something off on the roof. I'm home. It's really quiet. I wonder why I feel like I was always talking to someone here. Who was it? It wasn't Kent. Until recently, we were always just fighting after all. There weren't many times when he came in here. Have I forgotten something again?It's a little lonely. Oh, it skipped all the way to 31st. Oh, someone's here. Could it be Sanwa? Or maybe Ken? Yes, I'll be right there. Ah, Ken, hello. 留学の件について、先ほど正式決定が届いた。 Oh?少し外を歩かないか。君に何を伝えたらいいのかずっと考えていた。だがうまい言葉が思いつかない。君が寂しがってくれると思うのはおこがましい気がする。しかしだからといって手放しに喜んでくれる様子も想像できない。君のその複雑そうな顔を私は自分に都合のいいように解釈して構わないのだろうか。本当のことを白状すると、私はこの決定を喜ぶことができていないんだ。君に会えなくなる。学会直前のたった3日ですら辛かったのに、1年間本当に耐えられるのか私にもわからない。帰ってきた時、君が今と同じように笑顔で迎えてくれるのかどうかもわからない。口先だけ強がって見せても、本当は歩き出すことに怯えている。情けないな。こんな私でも君との未来を望むことは許されるだろうか。1年だ。私は君に待っていてほしいと言ってもいいのか。帰ってきた時に迎えてほしいと願っても構わないのか。Yes, I'll be waiting. Please come back soon. ありがとう。待っていてくれ。God damn it. It's so cute. Kent.You need to go. 言われなくても分かっている。すまない。寂しいと言ってくれないか。もう一度会いたいと。嘘でもいい。そう言ってくれれば、それを信じて手を離す。I'll be lonely. I want to see you again. That's not a lie. I'll be waiting for you to return.They're going to finish boarding soon. 分かっている。もう行く。メールを送る。何を書いていいか分からなくて、また一言だけになってしまうかもしれないが。I'll be happy even with just good morning and good night. I'll be waiting. できれば今度は返事をしてくれると嬉しい。That's... 以前の君は、私に甘い顔など見せるものかと気を張っていたようだが、今はそれほど嫌われていないと思ってもいいんだろう。Of course. I'm sorry about before. I will reply to you from now on. あ、期待している。君が笑ってくれた日からずっと夢を見ているような気がする。この手を離しても
夢は覚めないと信じたい。行ってくる。 Goodbye。 Ah, it's a message from Kent. It's morning, so it's probably good morning. I want to see you. Aww.